フリオ・ベラスコはアルゼンチン国籍のバレーボール指導者。日本ではジュリオ・ベラスコ表記も見られる。人呼んで魔法使いの見習い。15歳の時、ラプラタ・ユニバーシティ・クラブでバレーボールを始める。後に指導者に転身。1983年にイタリア2部のモデナ監督に就任するや、チームをセリエ A1 に昇格させ4連覇を果たす。 1989年にはイタリア男子代表監督に就任し、1996年のアトランタ五輪でイタリアを銀メダルに導いた。同年代表監督を優退。2003年にはバレーボールで遠藤入りも果たした。2008年の北京五輪後、日本バレーボール協会は全日本男子チームの代表監督の公募を行った。この時、複数からの応募があり、 ベラスコも含まれていたという一部報道もある。最終的に上田達也監督の続投が決定した。2011年にイラン男子代表監督に就任し、イランをアジアのトップチームに引き上げた。2013年1月、2014年シーズンまでのイラン代表監督続投決定が報道された。ベラスコが放った格言に言い訳は許さないがある。イタリア時代には、 東欧には勝てないという言い訳を強固なウェイトトレーニングとメンタル強化により打ち破った。代表監督就任以前のチームは海外遠征時にはイタリアの食品を持参するのが常であったが就任後には一切これを許さなかったという。ありがとうございます。